ではね2021年7月19日にプレスリリースがありました、植物プランクトンの一種がね石油と同等の炭化水素を合成する能力を持つっていうねそのニュースに関してちょっと背景知識として炭素循環と温室効果についてちょっとね復習してみましょう。ではね、えっと、炭素循環をねゆっくり見ていきましょうか。 えっとまず、ね、あの大気中の CO2 が、えっと、もちろん、ね、あの大気中には CO2 があるわけです。そして、ね、あの僕たちの体って基本的に、えっと、炭素でできてます。炭素が長くつながってできてます。僕たちの体って基本的に。で、その自分の体に使われている有機物の中の炭素を大気中の CO2 を使って、ね、あの例えば僕たち動物が作れるかっていうと作れないんですね。それできんのは植物ができる。植物しか、ね、あのほぼできないんですね。 もちろんね、えっと、ここにッコして、このね、あの植物の下にね、ッコして示してあるように、ね、他あの植物のほかにもね、シアノバクテリアっていう原核生物とか、あとは光、ね、合成細菌、化学合成細菌なんていう原核生物とか、あとは藻類なんていうのが、大気中の CO2 を使って、自分のね、えー、細胞の有機物を作ることができます。この化学合成細菌はね、あの特に、えっと、生物基礎しか勉強しない子はね、あの知らなくていいです。化学合成というのは、光合成とはちょっと別な反応です。 まあ、生物基礎で、まあ、出るとしたらシアノバクテリアと藻類かな、その辺がねあの光合成する生き物として植物のほかにも出てきます。で、植物が、えっと、光合成で作った有機物を僕たち動物は食べちゃうわけですね。 あとはえ植物とか動物が死体になったら、ね、それをえ消費者のうち、分解者、死、ね、体とか排泄物を食べる、ね、分解者がそれを食べて、ね、そして、ね、植物、動物、ね、みんなして呼吸して、大気中に CO2 をえ戻していく、ね。こんな風にすれば、ね、大、え、気、っと、中の CO2 のね、ね、我々の生態系内の CO2 の絶対量は基本的には増えないはずなんですね。ぐる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 回ってるわけですから。こんな風に。 生態系の中をね、ぐる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 ね炭素が循環することを炭素循環っていうんですね。CO2、重力に引かれてね宇宙にどんどん逃げていくことはしません。なので、これはねもう数十億年前からねぐる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 、地球上の生態系をね炭素はぐる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 循環しているわけですね。で、ここからちょっと高校生っぽい話になるんだけど、大気中の CO2 は海にも溶けます。ね海って書いてあるけど、海にも溶けます。でもちろんね、海に溶けてる CO2 が大気中に放出されることもあります。 あとは化石燃料っていう、これもともと昔生物だったって言われてるけど、ねえー、石油とか石炭だね、もともと昔生物だったものが、ね、すごい圧力とか、いろんな化学的な作用を受けて、えー、だ,んだ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 ん化石燃料になっていったっていうふうに考えられています。未だね、どんな化学反応が起きたかは、えー、解明されていません。だけども、この化石燃料を僕たちは掘、えー、り起こして、えー、ガンガン燃やして、えー、CO2 を大気中に排出する。さっき言った、大気中の CO2 を光合成で 生物が取り込んで,で、それをまた大気地に放出するんだったら、炭素の絶対量は増えないはずなんですよ。だけど、俺たちは、大昔から眠ってる化石燃料をわざわざ掘り起こして、それをガンガン大気地に放出させるんですよ。なんで、生態系の中の炭素の絶対量が今、増えている状況なんですね。あとは、ね、あの火山ガスなんかにも CO2 は含まれています。 でえー、と例えば光合成で大気中の CO2 を使って有機物を作る。で、えー、と一方、ね、化石燃料、ね、あの大,昔に眠大昔から眠ってる有機物を、えー、掘り起こして、えー、燃やして CO2 を大気中に放出する。でこれって例えば、えー、と今回さ、えー、の見つかった藻類が。 えっと、石油と、ね、あの同等の、えっと、物質を合成する能力があった。で、それってさ、えー、じゃ結局、石油みたいなものを燃,燃,燃やすわけだから、あんまり意味ないんじゃないって思う人もいるかもしれない。だけど、そのさ、その植物プランクトンが作った石油のようなもの、石油のような有機物って、もともと大気中の CO2 を使って作ったものなんですよ。で、それを燃やしたって、また大気中に返すだけなんだよね。だからちょっと,ちょっとこれ違うんですよ、えっと。左と右で。化石燃料を 燃やすんだっったらそれって大昔から眠っててるるものをわざわざざ掘り起こして新たに大気中に中追加するんですんよだから炭素の絶対量が増えるんだよね。あの生態系の中を循環する炭素の絶対量が化石燃料を燃やす,燃やす場合は増えるんだよね。だけど、光合成で作った有機物、光合成なんかで作った有機物を燃やすんだったら、別にそれ、えっと、一回取り入れたものを取り出すだけなんで、えっと、循環する炭素の量は増えないっていう。だからちょっとそこにね、違いが実はあるんですね。 繰り返すけどね、え光合成ではね、もともと大気にあった CO2 を使ってるんで、だからそれを、ね、その光合成で作った有機物をもう一回燃やしても、また大気中に一回取り込んだものが戻っていくだけなんですよ。財布の中に1万円入っててで、財布の中の1万円を取り出したり入れたりしてても、その1万円っていう絶対量は増えないじゃん。ちょっと同じね。 だけどね大昔の財宝を掘り起こしたら、えーぜ、お金の絶対量が増えるじゃん、でそ,れを化せそれが化石燃料を今燃やしているという状況なんですね。ではね、温室効果の復習もしてみましょうか、ちょっとスライドの下になっちゃって申し訳ないんだけど、温、え、室、ー、効果ガス、ね、水蒸気は温室効果ガスに入れ,入れないことが多いけどね、あと CO2 とかフロンとかメタンが温室効果ガスと呼ばれます。 この温室効果ガスの働きはねちょっとスライドに大き,く大きく書いてあるけど、地球のね表面から、えー、放出される熱エネルギーを吸収してしまって、熱がね宇宙へ逃げるのを防いでしまう、ね、こんな効果を温室効果っていうんですね、でこのねあのねあもう皆さんご存知だと思うけども、も、ね、この CO2、ね、今人類が、えー、放出している CO2 のね、えー、と量がどん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 ん増えてしまうと、ねえー、と気温がねどん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 ん、ね、上がって、地球温暖化にが、ね、進んでしまうってうねそんな危険性が叫ば,叫ばれているわけですね。 ではね、えっと、ちょっと細かい知識もね気になる人のために、えっと、解説しておきます。まずね、ね石油っていうのはね、えっと、ものすごく長いね炭化水素の鎖、炭化水素差、差っていうのは鎖って書くんだけど、炭化水素差を、えっと、多く含んでいます。もう長く、えっと、炭素と水素がつながったものです。それをいっぱい含んでます。それをね燃料にしてるわけですね。そこから、えっと、ガソリンなんかを作っていくわけです。でそれって実はね生物も持ってるんです。例えば、えっと我々の持ってる脂肪なんていうのもねあの長く炭素がつながったものです。 で、えっと、我々ね、ねそれをさまざまな生命現象の過程でえ短くね短い炭素の鎖に切り落としてでそれをね呼吸に使うことでエネルギー源として使っているわけですだからえっと脂肪ってねあのものすごく、えっと、効率的なエネルギー源なわけですよね実はねそれ植物もねそういったねえさまざまな有機物炭化水素を持ってるんですね 例えばサトウキビとかトウモロコシとかあとは植物油なんかにはねさまざまな炭化水素が含まれているわけですそれを使って燃料を作れないかってね実は作ってますそれ実,実用化されてますだけど加工とか輸送とかあとねちょっと変わったタイプのねあの炭化水素さも入ってたりとかしてなかなかねいろんな不純物があってね結構大変なんですよだ結構コストが高くついちゃってなかなかね、えー、と人件費の高いね、えー、と国ではなかなかえっ、ー、と普及は、えー、なかなか普及しないっていうのが、えー、と現状の一つとしてあります だから、ね、今回のように、えー、と石油と、ね、か,なり近い形かなり近い形で、えー石油と、石油の炭化水素にかなり近い形で、えー、炭化水素を作ってくれるような藻類の発見はものすごく大発見なわけですね。 でここに示してあるのはもうこれ、ねあの、発展生物でもほとんどテストに、ほぼまずテストに出ないんで、えスルーしてもいいですけど、ね、実際、今回ね、ねえっと石油と同等のえ炭化水素を合成する能力を持つと言われているえ植物プランクトン、ハプトソウっていうね,、えっと、ね赤で書いてあるの、えっと、右斜め下かな、ハプトソウっていうのが、えそのハプトソウっていう生き物の仲間です。これ 8個のグループが書いてあるのは、これ、深核生物の 8, 8大グループですね。本当に8個グループがあるのかって結構議論中なんだけど、一応これ示したのは、新核生物の8大グループ。少し昔にね、あのホイタッカーっていう人が5解説っていうのを提唱してます。5解説っていうのは、幻覚生物界、モネラ界と、原生生物界、金界植物界、動物界、これが5個。幻覚生物界、原生生物界、金界植物界、動物界で5個。 これを、ね、あの生物はこの5つの回、ね、に分けられるというふうにホイタッカーという人が提唱した、えー、誤解説という説がずーっと指、ね、示されてきたけど実際、ね、あのリボソーム RNA とかいろんな延期配列を読んでいくとちょっとこれ実情と合わないというふうに最近分かってきてもう1回ねあの進化生物を8個のグループにまとめ直すような作業が今行われていますホイタッカーはね、えー、と進化生物をね原生,生物界近界植物界動物界で分けたけど実際、えー、進化生物 え最新の生物学では、大体この 8, 8グループぐらいに分けられるんじゃ,んじゃないかっていう、えー、と意見が出てきてます。でそのうちの一つがね、えー、とこのハクロビアっていう今回ね、あのニュースになってるハプト層の、えー、と属するグループですね。まあ、あとは別に気に,する気にする必要ないです。あの入手でもね、ほとんど問われないんで、まあ、オピストコンターにね、我々が属するぐらい知っておいた方がいいかもしれないですね。あの我々、動物とか動物に近いね、菌類。菌類と動物って結構近いんですよ、ね。オピストコンターに分類されます。あとは植物がアーケプラスチダ。 あとはまあいいですかね、特にこれは、僕ま、まずこれ問われないと思いますね。なんてね、えっと、いろんな深刻生物がいる中で、今回注目されている植物プランクトンは、ハクロビアに分類されるハプト層なんですね。では、ご清聴ありがとうございました、ねあの。炭素循環の話はね、これからね、あの持続可能な、ねえっと、社会を築いていく上でね、とっても重要な、えっと、重要な背景知識になるんでね、炭素循環のあたりはね、まあ、しっかりえっと学んでおきましょうね。この最後のね、深刻生物のこのグループ分けはねあの、気にしなくていいですね、気にしなくていいです。 では、えっと、ご清聴ありがとうございました。